20周年素晴らしいね、まあ拝見しましたね、わーっと素晴らしい事業をね、どん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 されてましてね、素晴らしいですね、もうこの一口にね、20周年、20年で言ってもね、生まれた子供はね、20歳ね、元服ですよ。この間にはね、本当にたくさんのね、ご苦労があったかと思うんですけど、本当にね、本当に大変でしたね、お疲れ様です。まあ、私らも60周年、そう、ああ、そう、倍ですからね、ああ素晴らしいですよ、はい、ということで、はい、お知らせも、はい、ですね、これ見ていただければいいんですけども、20日の日なんですけどね、デコボコ探訪会っていうので、ね、豊坂と掛、はい、その地区の、ね、神社を巡るっていう形になりましたね。まあ、地元のね、総代さん、ね、原石神社中へ拝ませていただくとかね、掛神社のところもやっぱり大掃除ご案内していただくみたいな形 で、あとはね、ブラタモリ風っていうことでね、やっぱり地形を見ながらね、やっていこうかなという話ですので、ぜひ、集まっていただければいいかなというふうに思います。あそこ、豊坂小学校集合で、はい、9時半出発になりますので、ね、よろしくお願いします。いや、いいとこですからね、豊坂は。いいですよ、素晴らしい、最高です。もうこれからで、ね、ちょうどいいと思います。そうですね、はい、じゃあそんなことで、はい、来週宮坂さん、私ですね、はい、何をやられますか。まあ、私もねちょっとやってるんですけども、松城町のね、松城地区の区長会長さん、はい、豊坂のですね、はい、野村さんにおいでいただきましてお話を伺いたい、はい、どういう話を。まあ、区長会長さんというとですね、やはりその地域の区長さんね、はい、桑根の方なんですけども、桑根の区長さん、はい、そして豊坂全体の区長さん、そして松城全体の区長さんですからね、本当にね、ご苦労があると思うんですよ。そしてですね、その区長会長さんになるとですね、もう本当に松城町のね、すべてのところに出てこないといけないですね。例えばですね、防災ある防災のところに ぜひ出る、そこらですね、真田線ね、そこの辺ところも全部関連しておりますし、それから環境美化ですね、そこら辺のところももう本当に顔出されてね、まあ、いろんなところに、ご苦労いただいてですね、ちょっとね、先日お伺いしたらですね、その前半で100回ぐらい出た、半分で、それ単純に倍すればね、200回、ね、1年間200回でも1年の50回、3分の2、もう3分の2出てるんですよ、仕事なんかやってらんない、やってらんない、本当、まあ本当にね、そこで本当にご苦労だっていうことをね、お話しいただきたいと思っております。ね、はい、はい、じゃあ苦労話を、そう、苦労話をお伺いしたいと思います。はい、わかりました。じゃあ来週はね、はい、それではそんな話を聞ければいいかなと思います、はい、ね、はい。それでは来週のチャンピオンマスロー、どうぞお楽しみに。はい、お願いいたします。松城はあなたの街。それそれそれ、クリーマスロー、また見てね。